井上陽水さんの歌を歌うんですけども、これも結構古いですね。1990年の作品です。井上陽水の作詞作曲で、これね、昔私伏見に住んでた時ね、お隣のお隣ぐらいの部屋に住んでいたね、あの女性がこの歌好きなんですって言うてはったんでね、そうか、ほんなら練習していっぺん聞かせたのかなと思ってたんですけどもその機会はありませんでした。どうしてはるやろな、ちょうどまあ私と同い年ぐらいなんでね、もう結構年配になっておられるかと思います。少年時代という歌です。